こんにちは。私はキャタペラー社のジェフ・ペインです。私がよく受ける質問の一つは、ラボでオイルや冷却水を検査してもらうための SOS サンプルを正しく採取し、汚染しないようにする方法についてです。そこで今日はこれから冷却水のサンプルを採取します。サンプルを正しく採取するには、まずキャップを外し、 糸くずのない柔らかな布でこの部分を拭います埃が積もっていたりキャップがなくなっていたり前にサンプルを採取した人がキャップをし忘れていたりするかもしれませんがこれらをきれいに拭いて これから2つのサンプルを採取します。まず、汚れたサンプルを採取しますが、よくある失敗は最初に採取したサンプルをきれいなサンプルとしそれだけをラボに送るというミスです。このバルブには、小さな穴が開いておりその穴の中には、ホコリや泥が溜まっているので、そのサンプルにも泥や不純物が混じります。それからサンプルを採取する際は、このバルブに小さな穴が開いていることを確かめます。バルブに穴が開いていないポートは、SOS サンプルの採取に適したポートではありません。 用意しますこれはキャットのサンプル採取セットでとても便利ですセットにはキャップが2つボトルが1本とチューブが1本入っていますがこの安全用チューブホルダーは別売りですこのチューブをボトルに差し込みます今日はすでにボトルをもう1本用意してやるので。 まずこのボトルを使ってサンプルを採取します。これは汚れたサンプルになります。それが済んだら今度はきれいなサンプルを採取しラベルを貼ってラボに送ります。ではアシスタントにマシンをスタートしてもらいます。 こちらはきれいなサンプルでこちらの汚れたサンプルのボトルは半分しか満たしていませんこちらはこのぐらいでいいのですしかしきれいなサンプルの方はフィルトゥーと書かれたラインまで満たしますここでキャップをはめますがきれいなサンプル用のキャップは この時点まで袋の中に入れておきましたキャップを袋から出してポケットに入れておくと便利かもしれませんがそうするとサンプルに糸くずなどが混じってしまいシステムに埃が入っているという悪い検査結果が出ることになりますこの時点でサンプルを採取したマシンのナンバーやそのマシンの稼働時間を明記したラベルを作りボトルに添付しますこのような SOS サンプルを定期的に採取しディーラーとの協力体制を円滑にしておくことは 故障の事前予測やマシンの寿命延長にも役立ちます。皆さんも綺麗で汚染されていない sos サンプルを定期的に採取し、マシンを長持ちさせてください。